こんにちは、ゆうせいです。今回の動画は2024年8月の資産公開ということで、8月末の段階での資産がどのぐらいなのかっていうのをね、お話ししていこうと思います。ではですね、まずこのチャンネルについてなんですけども、このチャンネルは33歳のサラリーマン一人暮らしがセミリタイアまでの過程を発信しているチャンネルになります。もしよろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。では早速ですね、資産の方を公開していきます。こちらがですね、8月末の段階での資産ということになります。総資産が3404万円、1805円というところですね。そして、純資産が1541万6410円というところになります。そして、負債。こちらがですね、1862万5395円ということになります。そして、その純資産の中身をですね、金融資産と実物資産というところで分けますと、金融資産が476万6410円。そして、実物資産、1065万円というところになってきています。ちなみにですね、こちら、前月比で比べると、このような形というところになってまして、総資産はですね、マイナス18万円ほど減りました。そして、負債の方も、マイナス8万7388円減りました。この負債はですね、毎月毎月返済していっているので、まあ、毎月減っていくということになります。そして金融資産の方がですね、マイナス9万5244円というところでですね、前月から比べると、まあ、いろいろ下がっているものがあったので、前月からマイナスというところになっています。というわけでですね、次からは金融資産の方の内訳見ていきます。ではですね、まず米国株から見ていきます。米国株は146万6643円ありました。私が持っている米国株は、こちらの画面に映っている3銘柄ということになります。配当金目当てで JEPQ というものを14口持っています。以前まではですね、2口だったんですけれども、8月に12口買い増しをしました。そしてですね、QNISA の方で QILD と VYM を持っているという形になります。QILD はですね、VYM で NISA 口座を埋めていった時に、ちょっと端数が出たので、ちょこちょこ買ったというぐらいなので、基本的には VYM を買っていたというところになってきます。2つ合わせてですね、含み益が32万3971円というところになっています。では次はですね、債券の方を見ていきたいと思います。これがですね、債券になりまして、46184円というところになります。前回までの資産公開の動画には債券というものはなかったんですけども、今回ですね、新しい ETF が上場したということで買ってみました。米国債のですね、25年超えの非常に長い長期債のもの、こちらがですね、東証 ETF ということで上場したので買ってみたというところになります。こちらはですね、買ったばかりで、早速評価損というところになってまして、276円マイナスというところになっています。では次はですね、仮想通貨見ていきます。仮想通貨はですね、173万7928円ということで、ビットフライヤーというところでですね、だいたい毎月ぐらいですね、ビットコインを買ってまして、それが155万8449円というところになります。そして、財富という取引所、こちらではですね、イーサリアムと日本円のお手軽トレードという自動売買をやっています。そちらが17万9479円。この2つを足しまして、173万円ほどというところになります。そしてですね、ビットフライヤーの方、こちらはですね、評価益は104万円ほど出ているよというところになります。少し昔からですね、買っていたものとかもあったので、そのおかげで評価益がですね、結構出ているよというところになります。では次ですね、投資信託の方を見ていきます。投資信託の方はですね、55万8922円ということで、上が SBI、下がですね、楽天証券の口座の画面というところになってきます。上の SBI 証券の方ではですね、新NISA の積み立てやってまして、成長投資枠で日清のナスダック100インデックスファンド、こちらを毎月5万円積み立てしています。そしてですね、積立投資枠、こちらの方でですね、オルカンを毎月5万円積み立てしているよというところになります。そしてですね、プラス楽天証券さんの方で毎月1万円だけでですね、レバナスを積み立てしています。評価益が一応出ていまして、18,910円というところになります。まあ、こちらはですね、コツコツと積み立てしていこうと思っています。というわけでね、金融資産は以上というところになりまして、次はですね、実物資産である不動産の方をお話ししていきます。不動産はですね、915万円ということになってまして、僕自身が持っている不動産は4つということになります。まず、中古区分マンション。こちら、買い値が270万円。そして、賃料3万5000円で貸してまして、管理費は毎月8000円かかっているというところになります。
こちらの物件ですね、ちょっとエアコンの調子が悪かったりとかで、室外機の修理とか、そういったところで、ちょっとお金がかかってきているよというところになります。次にですね、中古戸建ての丸1ですね。こちら、買い値が200万円、そして賃料3万円、管理費1500円ということで、貸していたんですけども、一応8月末で退去というところになりました。ですので、9月以降はですね、またリフォームしたりとか、まあそういったところでお金がかかってくるのかなと思います。そして、中古戸建ての丸2、こちらはですね、自宅用というふうに思ってですね、買っていたんですけれども、まあ、結局、自宅用としては使わないということになったので、売却というお話になりました。で、一応こちらはですね、9月売却というところになっています。で、最後はですね、区分トランクルームということで、195万円でですね、東京の方に区分トランクルームを一つ持っています。こちらはですね、賃料大体1万9000円ぐらいなんですけども、管理費がですね、10月から2万4000円ずつかかってくるということですね、このままでいくとね、マイナスということになってしまいますので、運営会社さんの方やですね、もうちょっと頑張っていただいて、賃料ね、上げていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、この4つのですね、不動産についてはですね、下のサムネイルの動画でですね、詳しく説明していますので、気になる方はですね、こちらのサムネイルの動画見ていただくか、もしくはですね、概要欄の方に URL 貼っておりますので、そちらの方を見ていただいてもいいかなと思います。では次ですね、太陽光のお話ししていきます。というわけでですね、太陽光なんですけど、こちらがですね、2012万5395円ということで、土地代150万円、機器代がね、1880万円、まあ、合計すると2030万円ぐらい、だったんですけれども、こちらがですね、毎月毎月、この機器代の借り入れをしたものを返済していってまして、それがですね、2012万円ほどだよというところになっています。月の返済はですね、12万4033円。で、月の売電収入予定というところで、まあまだ1年間経ってないんで、鳴らした結果どうなるかわかんないんですけど、とりあえず仮で16万7千円ぐらいというふうなところで予定しています。そして返済の残りはですね、1862万5395円だよというところになっています。こちらの画面のサムネイルの動画でですね、詳しい内容についてお話してますので、気になる方はですね、こちらご覧ください。まあ、先ほどと同じように概要欄の方にも動画を貼っておきます。ではですね、今まで資産をあらかた全部見てきたわけなんですけども、こちらのですね、グラフっていうのに直していきたいと思います。こちらがですね、総資産額のグラフということになります。一応2024年5月から8月までのグラフというところになります。これ以前のグラフについてはですね、資産公開という再生リストを作ってまして、そちらの方で見ることができますので、そちら気になる方は、ご覧ください。というわけでですね、まあ、5月から8月にかけてですね、まあ、微妙に増えてはいるものの、そんなに大きくは変わっていないかなというところがわかるかと思います。純資産の方ですね、1500万円、7月から超えては来ているんですけれども、ただですね、金融資産、こちらのオレンジというか黄色っぽい色のところなんですけども、こちらがね、なかなか500万円超えてくれないので、早く500万円超えてほしいなというふうに思っています。ではですね、次は8月の投資状況というものを見ていきます。ではね、8月の投資状況ということで、まず一つ目はですね、中古太陽光発電の1ヶ月の収支がプラスになりましたよというご報告です。以前はですね、売電の時期とですね、返済、これのズレがありまして、まあ、売電が1週間してないのに返済は1ヶ月分丸々しなくちゃいけないというところで、まあ、収支はね、マイナスというふうになっていたんですけども、まあ、今回からですね、1ヶ月分の売電収入と1ヶ月分の返済というところでですね、収支がどうなるのかなというところをね、注目して見ていたわけなんですけれども、なんとプラスになったというところですので、一安心というところになっています。ただこれからですね、冬場にかけて曇りっていうのがどんどん増えてきて、太陽光っていうのがなかなか差しづらくなってきます。そうなってくると、太陽光の発電量というところも落ちていくというところになってますので、まあ、今後ね、どのようになっていくのかなっていうのはね、しっかり見ておこうかなと思います。次にですね、債券 ETF を購入ということで、上場したばかりの債券 ETF 購入しました。米国債の長期債である25年超えというところですね。まあこれをなんで買ったかというと、利下げをした場合ですね、この長期債というのは価格が上がりやすいというところですので、まあ実際にそうなるのかどうかっていうのはわかりませんけれども、まあちょっとしたお楽しみでね、買っておこうかなというふうに買ってみました。そしてですね、
買ったのは新ニーサの成長投資枠ということで、まあ、僕自身ですね、今年で新ニーサの枠360万円全部を埋めるのは難しいだろうということで、まあ、最近 ETF もですね、新ニーサの成長投資枠で買ったよというところになっています。というわけでね、最後まとめていきたいと思います。今回ですね、2024年8月の資産公開というものを行いました。総額はですね、3404万1805円ということになりました。現金はですね、ご紹介してなかったんですけど、95万6733円ありましたよというところになっています。またですね、金融資産だけのですね、内訳のグラフで表すとこのような比率というところになっています。米国債が 30% で、債券が 1%、仮想通貨 37%、投資信託 12%、現金 20% というところで、仮想通貨のね、割合がちょっと大きすぎるなというところがありますので、現金だったり投資信託、まあ、米国株、債券、まあ、そういったところをね、もうちょっと増やしていきたいなと思ってます。結局ですね、20万円近く8月は投資をしたんですけども、7月の段階からマイナスということで、やはりですね、前回の資産公開した時に、仮想通貨がちょっと価格下がっているというところもあって、そういったところがね、20万投資しても追いつかなかった結果なんじゃないかなというふうに思っています。これからですね、米国株とか、仮想通貨も若干下がるんじゃないかみたいなことをね、まださらに下がるんじゃないかというのを言われているので、まだまだですね、資産額がなかなか増えないみたいな時期が続くのかもしれませんけれども、コツコツね、積み立てだったり投資っていうのをね、やっていこうかなというふうに思っています。というわけでね、最後までご覧いただきありがとうございました。失礼いたします。